スティーブ・ブロックはアメリカ合衆国の政治家。第24代モンタナ州知事を務めた。1966年4月11日にモンタナ州水浦に誕生する。第23代モンタナ州司法長官を務めた後、2013年にモンタナ州知事選挙に出馬して当選し、2017年に再選を果たした。2021年1月4日に退任した。 2019年5月に2020年アメリカ合衆国大統領選挙に向けた民主党の大統領候補指名争いに名乗りを上げる。主な公約は選挙資金規制の強化などである。出馬表明は20番っていこうとかなり遅く2020年アメリカ合衆国大統領選挙というよりも将来に向けた知名度向上が主な目標である。 しかしながら2019年7月30日に開催された第二回討論会では10人の候補者の中の一人として参加し、バーニー・サンダースやエリザベス・ウォーレンらリベラル勢力の主張について現実性にかけ本選挙では勝てないと力説して存在感を示した。ただし、支持率の向上には直結しておらず、2019年8月に、 行われた、キニピアック大学の支持率調査によれば、ジョー・バイデン、エリザベス・ウォーレン、バーニー・サンダースら有力候補に大きく、水をあけられて1%以下と低迷。同年12月2日に、大統領選挙からの撤退を表明した。2017年11月に、熊本県、モンタナ州市枚提携35周年を迎え、州知事として記念式典を開催した。 アメリカ合衆国を訪問した熊本県の椛島、イクオ県知事を団長とする代表団を迎えた。ありがとうございます。